画面の向こうの皆さん、ごきげんよう、ゆきのです。今回は月1購入品紹介となります。どうぞご覧ください。今回もSHEINで購入したものをご紹介していきます。ホイップデコ用に購入しましたトレーディングカード、硬質材、硬いタイプのものです。30枚入りです。後ほど枚数は確認していきます。今回から今年は月に1回SHEINで購入したものをご紹介するというコーナーっていうんですかね、企画を始めましたので、よければこういうのあるんだなと思って見ていただければ幸いです。こちらは、ネイルチップのアーモンド型となります。長くはないですね。短めのものを選びました。爪の形状が、アーモンド型ということでね、これがいいかなと思って購入してます。ここからはシールとなります。ステッカーですね。使えるかなと思うものをたくさん購入しました。気になるものがあればチェックしてみてください。こちらも恒例となりましたランダムチャレンジです。今までは緑が 1,2,3 個あります。今回は何色が当たるのでしょうか。青か紫こい、こい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 、なんだなんだ、オーマイガーイ。今回もまた緑が当たりました。いつになったらお目当ての色が当たるのか、もうここまで来たら嫌がらせなのか、そういうものなのか、レビュー見ました。皆さん違う色着てました。緑しかないわけではないってことは分かってます。なんでやねん。はい、ではここからは購入したものを開けていきたいと思います。枚数を確認しながらカード入れケース、カードケース入れるやつにどんどん詰めていきます。10枚ありました。はい、2個目、ちょっと穴開いてましたね。そこから破っていきます。2,3,4,5,6,7,8,9,10、 はい、10枚、今のところ順調ですね。はい、入れます。3つ目、こちらは特に破れてなかったので普通に開けます。 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10、 ちゃんと10枚あります。合計30枚、ケースぴったりと思ったんですが、意外とでかかったみたいで閉まらなかったです。閉まらなかったと思いつつ、まあなんとか止めようと思い、そこら辺にあったゴムで止めておきます。はい、 OK。 ここからは先ほどご紹介したシールの中身を開けて見ていこうと思います。枚数何枚あるのかな、どんな模様なのかなとちゃんと見ていきたいと思います。これ気になるなとか欲しいなと思ったものがあったら、ぜひここでちゃんと確認してみてはいかがでしょうか。可愛いですね。今回はブルー系とかなんか不思議なもの系を買ってみました。猫が多めですね。猫シールと夢川系と、蝶々はいつも通りって感じ で、幻想的なものが1個欲しいなと思って、いろいろ見てたらちょっと気になったキノコがあったので、そちらも購入してます。気になったものがあればぜひチェックしてください。
今月のランダムチャレンジも失敗しました。2月のランダムチャレンジも、まあ、成功したらいいというか、違うものが欲しいですね。そろそろ最後までご視聴ありがとうございました。次回の動画でお会いしましょう。チャンネル登録お待ちしております。バイバーイ。